皆さんこんにちは、レクセン講師の根本です。今回は、私の新全日線音楽講座、こちらの方を受講していただき一発で合格されました H さんをお呼びいたしました。 H さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろとその H さんの学習のきっかけ、また学習の秘訣、実際に使った教材などどんどんお見せして、なんか皆さんのいい情報を提供したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず H さん、なぜ司法書士試験を目指される、なんかきっかけってありますか？はい、私は大学の時に福祉の勉強をしていまして、はいはいはい、大学を卒業して資格を取って、ええ、ずっと割と長く高齢者の方のいろいろ相談で乗るような仕事をしていまして、ええ、で勉強始めるちょっと前は違かったんですけど、うん、この今の仕事を続けるかどうかってすごい考えてた時に、うん、まあ今までのこう資格とか、うん、こう今までのこう経験とかを生かして、うん、なんか自分で何か自分でできたらなっていうふうに思っていろいろ考えた時に、うん、まあその割と高齢者の方に関わる時間が長かったので、うん、こうなんか成年後見をメインにした事務所を自分で開けたらなというふうに思って、うん、でいろいろ考えて、で司法書士の方も成年後見人として、うん、活躍されている方たくさんいらっしゃるので、うん、じゃあ司法書士を取ってみようっていうふうに思って、うん、勉強始めました。なるほどなるほど、はい、やっぱその前の仕事からきっかけだったってことですね。そうですね。あ、なるほどなるほど。じゃあその司法書士試験を取ろうった時に、はい、まあその独学か予備校を選ぶかというところあったと思いますけど、はい、この辺りどんな感じでしたか？本当に法律をちゃんと勉強するのが初めてだったので、うん、なるべく短い期間で資格を取りたかったので、うん、もうここは予備校に通って、うん、先生に力を借りて、うん、勉強しようかなというふうに思っていました。うんうん、じゃあそれで例えば予備校を選ぶときに、はい、例えばいろんな予備校さんがあったと思うんですけど、はい、結果的に私の講座まで来たなんか、なんかありますか？はい、通学ができる、うん、初学者向けの講座を探していて、うん、でいろいろな予備校のホームページを見たで、うん、そしたら根本先生のなんか講座をなんか動画で見た時に楽しそうな先生と思って、うん、せっかく勉強するんだったら楽しく勉強したいなっていうふうに思って、渋谷駅前方向に行って申し込みをしました。ね、確かに今って通学クラス自体が全体的に少ないですね。そうですね、割となんか通信の、うん、そうなんですよ、講座が多いかなっていうイメージ、うん、ですよね。でしかも通学であっても、はい、多分昼間やってるの俺しかいないんじゃないかっていうぐらい、通信は通信いいとこありますけど、やっぱり生講義に行きたいって人やっぱり多いですもんね。そうですね、うん、通信だとなかなかこう勉強のペースっていうか、うん、つかめなくって、うん、多分なんか自宅で一人でっていうのもなんか心細いのも、まあ、まあそうなんですよね、ペースもつかめないので、うん、通学に決めました。そうだったんですね。うん、じゃあそれがレックの、ね、その通学基準で選んでて講義を選んで、あ、これ面白そうだなっていう感じだったんですね。はいはい、なるほどなるほど。でじゃあ実際こう勉強を始めましたと、はい、どうです、その法律の勉強って始めた時って、はい、なんかそのやっぱ思った通りですか、それともなんか思ったとなんかだいぶ違う、いい方向で悪か違ったか、悪い方向で違ったか、どんな感じでした？やっぱり大学の時に資格を取るのに勉強したのと全然違くて、やっぱり難しいなっていうふうに思ったんですけど、うん、でも先生すごい授業が楽しい、うん、楽しいというか、うん、なんかいろいろこう寸劇があったりして、こういろんなキャラクターが出てきたりっていうので、うん、なんか難しかったんですけど、なんか楽しくて分かりやすかったです。うんうん、ありがとうございます。じゃあ今度例えば、うん、じゃあ勉強を始めて、はい、なんだろう、覚えてる範囲でいいです。はい、一番初めて食らったなんか挫折ってあります？挫折はいろいろあるんですけど、うん、1年後の公開模試が始まったぐらいで、うん、本当に成績が伸びない、うんうん、伸びない、なんか勉強しても勉強しても、うん、卓越も伸びないし、うん、なんか記述も枠ずれするし、うん、みたいなところが一番なんか自分的にはなんか辛かったなというふうに思います。でその辛いところって、はい、やっぱ克服しようと思ったか、はい、感じないようにしたかったか、どっちでした？
もう克服するしかないなと思って、でちょうど何回目の模擬試験か忘れちゃったんですけど、根本先生が解説講座の、解説講義の後に、なんか受験した方へのメッセージで、なんか心が折れてませんかって、なかなか点数が伸びなくったり、心が折れてませんかって、もう、なんていうんですかね、あと1ヶ月、もう心を無にして、勉強してくださいねっておっしゃっていただいて、なんか、なんか今まで1年ぐらいやってきて、なんかきっと無駄にならないし、なんか頑張ってきた、なんか成果は結果で残したいなと思って、もうそれから本当1ヶ月ちょっと、もう心を無にして、そうだったんですね。なんかラストスパート。そう。そこをちょっとお聞きしたかったんですよ。ほら、成績お聞きしたじゃないですか。で、やっぱりこう、本当にもうじりじりいってて、初めの実力予選の時とか、結構ポンっていったじゃないですか。そうなんで、です。初めのところはポンといって、で、科目別からだんだんちょっとマイナーのところでちょっと弱くなってきそうなんて、です、そうなんで、です。初めのやっぱりファイナル編の1回目のところがちょっとだったんですよね。そうなで、んです。そっからこう、ちょっと本当に徐々に徐々にって感じだったんですよ。で、個人的にこう徐々に徐々にいって、最終的に、最終号だったのか、どっかでこうポンって上がった感覚があったのか、どうだったんですか。ポンって上がった感覚はあんまりなかったです。全然、なんか逆にやればやるほど、なんか間違えちゃいけないとか、マークシートミスしちゃいけないってすごいなんか焦ってきて、なんかずっとこのまま本試験受けて大丈夫かな、大丈夫かなって思ったまま結構ずっと来てて、で本当にその根本先生のなんかメッセージを聞いて、もう一回やろうって思った感じです。だから多分最後の模試まで、なんかよく合格、なんか何 AA A で、ってリアルの、そうとかも全然上がらなくって、大工判定覚えてます？一番最後は C 判定です。ずっと D 判定で、最後 C になって本試験に行った感じです。で、つまり本試験何点だったんですか？本試験、択あ、そう一、そうそう、択一。が午前が30、午後が31おかしな点数ありましたかね？ で、記述がギリギリ、基準点ギリギリ。まあ、うかいいんですけどね。けど、なんだ、やっぱその本番でバンって上がったってことは、やっぱずっと伸びたんでしょうね。なんかプレッシャーに弱いのか、なんかまあもちろん本試験もそうなんですけど、なんか模擬試験とかもすごい、なんか周りでなんかガリガリガリとかカツカツカツってやってると、なんかすごい焦っちゃって、なんか見返してみると、この問題分かったのにとか、この問題、丸と×を間違えちゃったんだとかっていうのがなんかあったので、本当に最後にギリギリ変えました。多分ね、みんなが聞きたいのは、こうじりじりってから、こう受かったまでのなんかあるんじゃないかと、ってやっぱ多分知りたいと思うんですよね。なんか思い当たるものってありますよ。特にこの、その成績が上がらないこの成績状態から、そのだってある意味午前30、午後31でおかしな点数なんですよ。だって多分今までも面白い一番高いじゃないですか。一番多分択一に関しては多分今までで一番高かったです。一回もその点数高かったことがないやってのる時はで、なんか感覚ありました？あ、これいけるなとか。なんか本試験分かる、なんかこの問題分かる、この問題分かる、この問題解けるっていうので、割となんか自信を持って択一は解けた気がして、逆になんか解けすぎてあ、逆に怖いって不感じ。安になって、なんか午前も午後もなんか2回ぐらい見直して、でもきっとこれで合ってるなっていう、なんかすごい自信が本試験は持てた気がします。もう初めの方からいけるって感じでしたか、それともだんだんいけるって感じ。そうですね、だんだんなんか民法を解いている途中から、なんか大丈夫そう、大丈夫そうって、で午前は会社法が一番苦手だったので、会社法を解いている時に、なんか午前中これは大丈夫かもしれないっていうふうに思って、最後まで終わって、で午後の択一解き始めた時もなんかすごい落ち着いて解けた、なんか焦ったりとかなんかしないで
解けたような気がします。なんだろう、普通だったらそういう経験を模試かなんかで踏んだ上で本番もあれでいこうって思ったのが、それは本当に本番にいい感じ当たったんですね。そうですね、だから本番で力を一番発揮できたような気がします、うん、超理想的ですね本当に、まあ、そこまでそこまでハラハラですけどいや本当にもうなんか大丈夫かなって思いながら本試験に行って、なんかあの早稲田の会場で、はいはいはい、あの根本先生と森山先生と雲野先生があの門のところに立ってて、で根本先生の顔見たら、よし頑張るぞって思えて、なんか落ち着いて解けたような気がします。なるほどね、うん、だから本当になんだろう、落ち着いたってことはやっぱ波に乗ったっていうのはこの2つでしょうね。そうですね、多分こうなんかこうぴったりきた感じだったかなと思います。じゃあちょっと話を少し本題少し戻していきますと、はいはい、じゃあその経験をちょっと踏まえて、もう例えばその私これ一発合格の秘訣ってこれかなっていうふうにもし何かあるんだったらどうでしょうか。あそうですね、なんかいろいろ考えたんですけど、うん、本当になんかありきたりかもしれないんですけど、最後まで諦めなかったこと、うん、本当そうですよね。本当になんかだって普通だって D 判定とか C 判定ついたら行くのやめようかなって思うぐらいじゃないですか。そうです、そうです、でもなんか本当繰り返しになっちゃうんですけど、その先生の最後のコメントがあってから、うんうん、なんか先生にそのずっと教えてもらっていろいろアドバイスをこのね1年ちょっといただいてたから、なんか最後になんかもう一踏ん張りしてみようと思って諦めなかったことです。本当本当それにつきますよね。だって諦めたらこうなりませんもんね。そう、あの時もう無理だなと思ったら今ここにですよねいないので。そう、あともう一つは割となんか先生がなんか講義の終わった当日とか、うん、なんか翌日とか、うん、高校を復習してくださいねとか、うんうん、あとは過去もここ解いてくださいねとか、うんうん、あの記述練習場はここやってくださいねっていうのを忠実に守りました、うんうん、だから計画通りやっていただいたってことね。だから本当にたくさんの科目があってやらなきゃいけないことたくさんあるんですけど、うん、でも先生がちゃんと、うん、ここの時点ではこういう勉強してくださいねとか、うん、ここの、うん、あの時期はこういうことやってくださいねっていうのを、うん、しっかり、うん、教えていた、うん、くださったので、もう本当にそれを忠実にやり続けた全科目全分野についてこの時期はこれやりましょうとか、はい、もうあるいは1週間ごとのスケジュールに近いものを提示しましたもんね、はい、そうですね。で復習タイミングとか、もしくは前の科目これからやりましょうとか、そうなんです、そうなんです、はい、うん、じゃあちょっと実際どんな教材使ってどんなことやったのか、はい、ちょっとお見せしてください、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっとまずこれが、はい、よいしょと、これがあどうぞこのままで結構です、あ、はい、多分この画面の方に行ってください、はい、うん、でこれ合格ゾーンになりますよね、はい、ちょっと初見の感想言っていいですか、はい、結構綺麗ですね。そうですかね、うん、結構ねガリガリに書く人がいるので、あーなるほど、それを比べたら結構綺麗に書いてて、あ、これ丸バツつけちゃってるのね、丸バツつけました、うん、で赤シートかなんか隠して、赤シートで隠して、うん、でパッて赤シート外したら答えが分かるように、うんうん、ですよね。でもこの状態だとこっちこれ答え見ないとこういうふうにやらなきゃいけないから、はいはい、めんどくさいってことで、そうですね、はい、先生からお話しいただいたので、うんうん、そうそう、丸バツで、ね、そうですね、すぐ分かるからいいんですよね。で多分なんかすごく汚い字でなんかやらないとかって書いてありますね。そう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 、いいですね、はい、でこちらに載ってるこの丸バツって何ですか。あ、問題を解いた時に、うん、分かった問題は丸、うん、間違った問題はバツ、うん、ちょっと迷ったりとか、うん、なんか足の組み合わせで答えが出ちゃったものを三角にして、うん、何回かやっていくと、うん、やっぱり分からない問題とか迷う問題っていつも同じで、なのでこう丸×三角をつけていって、本当に最後自分が×とか三角が多いものをメインに復習したり、あと多分なんか時々凝って、過去問コンプリート講座の子です。なるほどね、私がやってる講座の講座のやつので触れたやつ、ね、触れてたやつでこれやったよっていうことで手書きでこって書きました、うん、そう触れてるやつがやっぱ一番基本になるものだったので、そうですね、うん、よかったよかった、はい、なるほど。
じゃあちょっと一旦これを、はい、じゃあ次行きましょうか、はいはい、ちょっと失礼します、はい、じゃあ次これは何ですか。これは一日先生の方から一日100問、はい、過去問を解いてくださいとか、はい、直前期は150問、はい、解いてくださいとか、うん、そういうご指示というか、そうですね、はい、直前期に一日、はい、なんか一日過去問何度も全部100問やりなさいと、はい、で多分これ1って振ってるのは1問目からですよね。そうですね。で1から始まって50 10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 0
もうこれであの過去問は大丈夫だと思って、これ日付の通りですよ、ね、だからあここもなんか×だったり、うん、あの三角だったり、ね、なんかあのすいません汚い字で、いや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 、なんかあのでこの問題もなんかどういう割合で解いていったらいいかっていうのを先生にあの教えてチューターで質問したら、なんかこういう割合であの解いていったらいいんじゃないですかということでアドバイスいただいて、多分記憶間違いないけど民法と不動産の時間縛りして、そうなんです、そうなんです、マイナー科目であとで問数稼ぐ、はい、なのであのすいませんバツばっかりで恥ずかしいですけど、いやいやいや、受かりゃもいいんですから受かりゃいいんですから、なるほどこういう形だったんですね、はい、うわなんかこう、そう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 、この100万やっぱこれがあるとやりがい、や あれですよね、ちゃんとあのやったかやってないか、うん、でやっぱりなんかやったのを見ると、うん、自分の中でもちゃんとやったなっていうのがあって、これ多分去年の合格者の方 の、うん、そうあのあれをあの作ってらっしゃるのを真似して自分で作って、そう去年合格者の方に動画を見るようにって言ってそれを見て作ったってことで、これを私また紹介するので LINE、はい、の方これを見ます、そうよろしくお願いします。やったノルマになるからいいんですよね、これ楽しいですよね、なんか割となんかあちゃんとやったなって自分の中で残るので、そうそうそう、うん、ですよね、はい、じゃあすいません失礼します、すいませんお願いします、次は、技術講座のやつになります、はい、技術レベルアップ講座、はい、申し訳ないですですね、はい、あこれがその新設のひな型とあれのパターンです、はい、ひな型っていうのは大体これを使った感じですか、そうですね、うん、これを使いました、うん、であの技術講座で触れたところは付箋貼って、うんうんうん、あの見ました、そうだから結構先生がここ重要だからしっかり覚えてとかっていうことを言ってくださったので、うんうんうん、そこはしっかり復習の時も使った感じです、うん、ありがとうございます、じゃあ次行きましょうか、はい、次がこれは年明けの過去問講座のやつですね、はい、お結構書いてますね、はい書きました、あの結果的にまとめの、はい、まとめるものって、はい、あのブレイクスルーでした、例えばこういう教材でした、ブレイクスルーと過去問講座をセットで、うんうん、あセットにしたんですね、はい、うん、でそうです、確かにあんまりこう何もついてないところがしっかりついてるのもあるし、そうですね、なるほど、こう使い分けた感じですね、なんかこっちの方がいいかなと思うのと、うん、ブレイクスルーの方がいいかなと思うのと、うんうん、あの分けて、なるほど、はい、じゃあ次が自分のクラスで配ってる練習帳ってやつですか、はい、練習帳です、結構ガリガリ入ってますね、ガリガリ入ってます、これあの多分商業登記 の、はい、あの役員変更の練習帳で、うん、結構やっぱ役員変更苦手で、うん、いつもなんか引っかかるので、うん、結構これはあの付箋つけて、あのだって今まで見てる感じ、その付箋つけるタイプの受験生じゃないんですよ、でその付箋つけるタイプの受験生じゃないんだから、こんだけ貼ってるとかよっぽどですよ、もうあのもうここだけは欠かさずにやろうと思いました、うん、よし、じゃあ次が、当連の、はい、いや問題あります、あやっぱり問題集代わりとかで、そうですね、はいはい、ね、だから間違えたので、うん、星2以上のものを結構あの最後、うん、まとめて、うん、あの覚えたり解いたりした感じです、うんうん、すごい、これはあの民法 の、 あの講義ノート、講義ノートですね、講義中のやつですね、はい、そうです、お結構書いてますね先生がすごいここ重要だよって言ってたと思うので、うん、あの結構書き込ん で、うんでね、あのブレイクスルーと一緒に、うん ですね、あのでもすごくやっぱ講義ノートがあると分かりやすかったり、うん、あの復習の時にすごく役に立ったので、うんうんうん、あのブレイクスルーと一緒に、うん、あの割と使いました、うん、同じです、うん、多分皆さんがどれぐらい皆さん他の人が、ね、メモしてるかって見たいんですよ本当は、いやなんか、うん、どんな風なのがいいかなと思ったんですけど、うん、後で見返した時にやっぱり自分で分かるのがいいかなと思って、うん、多分すごいなんかあの書くのに時間たくさんかかっちゃって、うん、あれだったんですけど、うん、割と書きました、
じゃあ次はこれはブレイクスルーですね。はい。よいしょと。こんな感じで書き込んだりとか、はい、色をつけたりとか。色をつけたりとかして。うんうん、この辺りとかの感じになってるんですね、はい、あ、結構ひらがな振ってますね、こう。そう、本当に初めて勉強したんですね、はい、うん、これってあのこのペンで書くじゃないですか、これ一発書きですか、はい、全部一発書きです、うん、あと書き直したりとかするわけじゃないですよね。あの書き直そうと最初思ったんですけど、うん、結構時間がかかるので、もうなんか自分しか見ないから、そうそう、もう一発書きでいいやと思って、うんうん、あの途中から一発書きにしました。なるほどね。そういうことなんですね。はい。うん、あ、これあえて債権者債務者とか書いてる、なんか意味ありました？あ、いや、多分後で分かりやすく復習しようと思った時に書いたと思います。確かに全部が全部ってわけじゃないですね。はい。そうなんですね。はい。ちょっとじゃあまた。これで大体多分最後だとこれぐらいだと思います。うん、分かりました。はい。よし、じゃあちょっと兄弟の方が一旦お貸します。はい、ありがとうございます。はい。では、はい、ちょっと今勉強されてる方と、はい、これから勉強しようと思ってる方にちょっとなんか一言いただけると。はい。まずは今ちょっと勉強されてる方で、はい、ちょうど今前任生を、はい、今受講してる方、受講してる方、インプット期間中の方に何か言えるとして、はい、なんかありますかね。そうですね、なんかあの科目数がやっぱり多かったり、うん、こう勉強時間が長かったりするとやっぱり途中でなんか辛くなったりとか、うん、なんか続けて大丈夫、うん、続けられるかなとか、あのすごくあの不安に、うん、あのなると思うんです。でだけどでも本当に先生にいろいろ質問しながら、うん、あの直接じゃなくても、うん、あの教えてチューターとかで、はいはいはい、あの質問すると、うん、本当に私が想像してたよりもすごく早くあのすごく丁寧なあの答えを返してくださって、大体翌日には返してくれる、本当に、うん、あのあもう来てるとかっていうふうにちょっとびっくりするくらい、うん、あの本当に早くあのでかつすごく丁寧に分かりやすく、はい、あの答えてくださるので、本当にあの分からないこととかなんか不安なこととか一つ一つこう解消しながら、うん、あの勉強をあの続けて、うん、諦めずに、うん、本当になんか私の経験上、うん、本当に諦めずにあの続けて、うん、あの言っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います、うん、じゃあ多分同じことになって思いますけど、はい、直前期で本当成績伸び悩んでる方に何か言ってください。あのその今までの成績と本試験の結果をもう一回でも、はい、本当に皆さん全日制本科講座の方ってとにかくあのすごくたくさん勉強して、うん、あの問題解いたりとか、うん、記述の練習したりとか、うん、すごくあのたくさんたくさん勉強してると思うんです、うん、でもなかなかこう結果が結びつかないとかすごく不安になって、うん、あもうダメかもしれないっていうふうにあの思うと思うんです。で私もあの本試験の記述を、うん、商業登記の記述を見た瞬間に、あ、もうダメかもしれないって思ったんですけど、うん、あの先生が、うん、とにかく書いて、うん、何か書けば当たるっていうふうにずっとおっしゃってたので、本当に本試験の最後の最後まで、本当にあの、時間終了ですって言うまで、なんか諦めなかったっていうのがすごく自分の中で大きいので、本当になんか辛い時とか不安になる時たくさんあると思うんですけど、なんか最後まで諦めずに、うん、あの不安な時は先生にあの相談しつつ本当に最後まであの続けていただければなというふうに思います。以上です。これから司法書士を目指そうというお方に、はい、司法書士試験こんなもんだよとこういう感じだよと、はい、なんかアドバイスがあればお願いします。アドバイス結構勉強始める前っていろいろこう調べてみると、うん、すごくなんかハードルが高いような気がして、うんなんか自分には無理かなって思う方もいると思うんですけど、こうやってあの先生のお力を借りて、うん、あの勉強をすごく続けられてきたので、私も法律本当に初めてあの勉強するような形だったんですけど、うん、でもあの続けられたので、なんかやってみようかなって少しでも思ってるんだったら、あとはもう先生にカリキュラムとかも全部お任せ
あのしながら、うん、本当にあのぜひチャレンジ、はい、あのしていただければいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそんなところで今回の方はここまでといたしましょうか、はいはい、あの何か一つでもいい経験もしくはそのアドバイスがあればぜひ今後使ってください。では今回の動画はこちらまでにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。